はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。SBI 証券のクレカ投資積立、還元率最大 3% について詳しく知りたいという方にお話ししていきます。急に飛び込んできたニュースなので、気になっている方も多いと思います。そんな方に、この動画では、SBI 証券×三井住友カードの新しい還元率に関する情報を解説します。初心者の方向けに分かりやすくお話ししていきますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで、SBI 証券のクレカ投資積立、還元率が最大 3% にという話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。SBI 証券で新しく始まった三井住友カードでのクレカ投資積立は、通常 0.5% の還元率が、ゴールドカードで 1%、プラチナカードでは 2% へ上がる、年内のプラス 1% のキャンペーンと合わせると最大 3% に。特に狙い目はゴールドカードで、新しく誕生したナンバーレスの三井住友カードゴールドは、クレカ積立の還元率 2%、キャンペーン終了後は 1% で、年会費5500円だが、初年度に年間100万円の利用で、翌年以降の年会費が永年無料に。この結論をもとに、SBI 証券のクレカ積立還元率を丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、SBI 証券のクレカ積立が最大 3% になる情報が入ってきました。SBI 証券で三井住友カードを利用しての投資信託の積立サービスが始まったことはご存知の方も多いと思います。このサービス、当初はキャンペーン付きで 1.5% 還元だったんですが、三井住友カードの種類によっては最大 3% 還元にアップとなりました。クレカ積立の還元率はカードの種類によって変わるようなので、一緒に見ていきましょう。まず普通の三井住友カードでは、当初の通り還元率は 0.5% で、年内はキャンペーンがあるのでプラス 1% で、合計 1.5%。キャンペーンのプラス 1% は、2021年8月から2022年1月までの6回分まで適用されます。次にここのグループは、三井住友カードのゴールドカードで、クレカ積立が 1% 還元、キャンペーンを入れて 2% 還元になります。最後にここのグループは、プラチナカードで、クレカ積立が 2% 還元、キャンペーンを入れて 3% 還元になります。まとめると、SBI 証券×三井住友カードのクレカ積立は通常 0.5% 還元ですが、ゴールドカードで 1%、プラチナカードでは 2% へ上がります。プラチナカードだと、キャンペーン込みで還元率 3% になるので、どんなものなのか見ておきましょう。例えば、三井住友カードプラチナだとこんなカードで、クレカ積立の還元率 3%、キャンペーン終了後は 2% と高いんですが、年会費が5万5000円なので、少し手が出しづらいかなと思います。そのため、狙い目はゴールドカードの 2% 還元かと思います。例えば、新しく誕生したナンバーレスのゴールドカードは、クレカ積立の還元率 2%、キャンペーン終了後は 1% で、年会費5500円ですが、初年度に年間100万円の利用で、翌年以降の年会費が永年無料になります。なので、このゴールドカードを作って、初年度で100万円利用すれば、SBI 証券のクレカ積立がずっと 1% 還元で運用できることになります。ただし、このゴールドカードは買い物などの通常決済の還元率が 0.5% なので、その点はやや微妙かなと思います。クレカ積立といえば、楽天証券×楽天カード決済の 1% 還元が今まで大人気でしたが、ゴールドカードならSBI 証券でも常時 1% 還元になるので、同じ還元率となります。ただし、ゴールドカードにしない人なら、やはり常に 1% 還元ある楽天証券の方が有利にはなります。このように、SBI 証券ユーザーは、三井住友カードのゴールドで、クレカ積立 1% 還元を狙うといいでしょう。そうしたら、おさらいも兼ねて、SBI 証券のクレカ積立の詳細を見ておきましょう。SBI 証券のクレカ積立とは、投資積立をクレジットカードで決済できます。クレカ積立可能な金額は、毎月100円から5万円です。クレカ積立の設定は、毎月10日締め切りで、翌月1日に買い付けとなります。
特定口座、一般口座、一般NISA口座、積み立て NISA口座で利用が可能です。ジュニア NISA 口座、法人口座は対象外です。クレカ積み立てに対応する三井住友カード発行のクレジットカードをお持ちの未成年のお客様も対象です。投信積み立て可能な銘柄すべてが対象です。決済額に応じて V ポイントが付与されます。V ポイントが出てきたので簡単に説明すると、三井住友カードなど SMBC グループの利用で貯まるポイントです。クレカ積み立てでもらえるのはこちらのポイントですが、どのように使えるかというと、貯まった V ポイントは1ポイントイコール1円で、例えばスマホでの ID 決済やビザのタッチ決済などで利用が可能なので、日常の支払いに使えるため、使うのにはさほど困らないかと思います。では最後に、楽天証券と SBI 証券のクレカ積立還元率を比較して終わりとします。クレカ積立サービス自体に大きな違いはなく、お互い月5万円が上限で、一般NISA口座や積立NISA口座でも使えます。ポイント還元率については、楽天証券は常に 1%、SBI 証券は 0.5% から 2%、年内はさらにプラス 1%。じゃあどちらを優先して使うのがいいかというと、基本的には通常で 1% 還元がある楽天証券の優先がベターかと思います。 SBI 証券は三井住友カードをゴールド以上にするなら利用を検討してもいいでしょう。僕は引き続き楽天証券で積み立てを続けていこうと思います。クレカ積み立ては資産運用の延長で自然とポイントを貯められてお得なので、今後も新しい情報が分かり次第随時シェアしていきますね。はい、では今日のまとめです。 SBI 証券で新しく始まった三井住友カードでのクレカ投信積み立ては通常 0.5% の還元率だが、ゴールドカードで 1%、 プラチナカードでは 2% へ上がる。年内のプラス 1% のキャンペーンと合わせると最大 3% に。特に狙い目はゴールドカードで、新しく誕生したナンバーレスの三井住友カードゴールドはクレカ積み立ての還元率 2%、 キャンペーン終了後は 1% で年会費5500円だが、初年度に年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料に。はい、こんなところですね。 SBI 証券ユーザーはぜひ利用を検討してみましょう。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。